はい、こんにちは、とちです。ついにね、ついにこちら、遊戯王、デュエル・リンクス。こちらの方配信開始となりましたね。結構前に、事前登録の方したような記憶があるんですけれども、なかなかね、ちょっと配信開始にならなくて、僕ちょっとすっかり忘れてたんですけれども、まあね、今日なんかメールが急に来て、で、まあ、今日から配信ですよということで、まあ、早速ダウンロードの方させていただいたんですけれども、まあね、こちらちょっと今日やっていきたいと思います。じゃあね、早速ゲームの方開始したいと思います。はい。ゲーム、スタート。コナミ。音が大きいかな？そんなことないか。はい。じゃあ、こちら、遊戯王デュエルリンクスと。はい。じゃあ、早速ね、やっていきたいと思います。ゲーム、スタート。ただいま、アプリへのアクセス集中のため、ログインを順次開放させていただいております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。しばらくお待ちください。はい。アクセスが集中してるみたいなんで、もうちょっと待たなきゃいけないのかな。じゃあ、ね、僕、この動画撮る前に、一回ね、まずダウンロードして、まあ、遊ぼうと思ったんですよ。7時頃かな？ 7 時頃に。いや、もっと前か。6時くらいにね、やろうと思って落として、まあ、始めたところ、まあ、メンテナンスが7時まで、まあ、やりますよと。まあ、そういう風になってて、ゲームは起動できなかったんですよ。で、まあ、ゲームが起動できなかったんで、まあ、諦めて7時まで待って、まあ、早速7時になったからやってみようということで、また7時に、これは起動したんですよ。そしたら、今度メンテナンスが8時までってなってたんですよね。メンテナンス8時ま、あー、長引いたかと思って。で、また、8時まで待ったわけですよ。8時まで待って、じゃあようやく遊べるかなと思って起動したら今度8時半になってたんですよ。メンテナンス8時半。おいおいと思いながらね、ちょっと待って、結局待って待って、まあ8時半、まあ9時頃ですね。それともまた長引くかなと思って9時頃起動して、やったわけなんですけれども、そしたら今度サーバーのエラーで、まあ、全然ゲームが進まなくてですね。ゲームが進まなくて、でまあ、しょうがないっていうことで、まあ、またちょっと待って、でまあ今、また動画ちょっと撮り直したんですけれども、まあ、今この状態ですね。またメンテナンス、アプリへのアクセス集中のため、ログインを順次開放させていただいております。まあ、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ということなんですけれども、ちょっとね、まあ、ちょっと楽しみにしてただけ、残念なんですけれども、まあ、ちょっと、出だしから、だいぶ、なんかね、エラーが多いな、という印象が、ね、ちょっとあるんですけれども。まあ、ちょっとこれ順次開放させていただいておりますっていうのが、まあ、どれくらいなるのかわかんないんですけれども、まあ、ちょっと残念だな、と。ね。ちょっと残念かなぁ。まあ、しょうがないんでね。まあ、こうなってくるとまあ、プレイできるの明日くらいになるかな。なんでまあ、
ちょっと今、どっちにしろできないんで、まあ、そうですね。まあ明日以降、ちょっとこちらの、デュエルリンクスの動画、上げていきたいなと思います。はい。ではね、今日はちょっと、まあこんな内容になってしまって申し訳ないんですけれども、まあね、今後、まあこちらの、デュエルリンクスの動画も、まあ、アップしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。